まあビールの売り子的なね。ビール売りに来たらこいつら試合前にビールは飲めない、ボカリしか飲みたくないって言ってある。だから私わざわざボカリの粉探して作ってやったね。違うよ、それボカリの粉じゃないから、デッドワンライブの境界線の粉だから。今日は俺の引退試合だったんだ。引退試合？分かってるさ、でも今日だけは違う。今日だけはこの引退試合で俺の大事な息子の願いを叶えてやりたいと思ってたんだ。じゃあ息子さんのために今日ゴールを？そうだよ、そのつもりだったんだよ。それをこんなに仕上がって。分かったよ、もう死の、俺が死にゃいいんだ、今すぐ死の。姉ちゃん俺にもボカリおもりだ。はいよ。